今回は逃げ上手の若君第1話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。始まったーん。いざ鎌倉ー。深夜なのに歌詞あるがあるだと？なんだこの平成臭あふれる OP。歌詞テロップあるの懐かしくていいな。忍たま乱太郎みたい。やべえ、何か90年代の NHK 教育アニメが見たくなる OP。夕方アニメのような安心感あるな。2024から遡っていく。2024から遡るのに味を感じる。CG すっげえ。大河ドラマの OPCG みたいなのが来た。ちょっと鎌倉殿の13人オマージュを感じる CG。ちゃうんかい。ではなく、よくわかる南北朝時代欲しい。若干高氏に似てて草。あらあらお可愛い子ですわね。若可愛すぎる。早速逃げてる。回避能力だけはピカイチの坊やだな。すでに作画がすごい。めちゃ動くなーすごい。随分とおてんばですね。若君の髪型結構不思議な髪型よね。高氏に見つかった。足利高氏には弱い若君。足利高氏、ね。いってらっしゃい高氏殿。高氏の声いいの。高氏の声が本当に高氏って感じですごい。ぎゅっ。早くも巨根。はっや。どれだけ政治に巻き込まれたくないんだ。父上やべえ。お飾りどころじゃねえ。いやひどいな。お父上、もうあかん感じしてるぞ。きり丸みたいな目しやがって。目に銭を入れるな。残念ながらヒロインになれそうにない女の子。この子男の見る目は抜群に高いな。逃げがちぜえ。上見ないとね。歴史ダメなので足利、鎌倉、みたいな顔してる。お兄さんが側室の子か複雑。兄弟純落の説もある。急に劇が長になるの草。作画マジ。飛んだー。運動神経が良すぎなんよ。もはやパルクールの域だろ。長回しでめっちゃ動く、すげえ。めっちゃ動くなこのアニメ。逃走中。鎌倉時代の建物よく欠けてる感じがする。ニッコニコ。よく動くアニメだこと。なごむなー。北条時行、城下町でも人気者だな。街中に出ていくあたりは大河ドラマ感強いな。鎌倉末期の街並みとかよく書かれてるな。いいな、この雰囲気。鎌倉といえばこの鶴岡からの光景よ。北条川から見れば平和な鎌倉だったんだよな。逃げるシーンすごく美しかったわね。しずくちゃま。美少女だ。メインヒロインだ。なんか来た。後ろ、後ろ。なんじゃこの美少女と怪人は。怖いわ。雪みたいな顔しやがって。一瞬コナンの犯人に見えた。よりしげめっちゃ輝いてる。こういうのが出てきた。こんなに光ってるのにありがたくねえな。草。弱にできるんかい。肝心なところ聞こえない。何ブツブツ言ってんだ。おい心力。うさんくさい人来たと思ったらなんか悩んでる。ちゃんと予知しろ。俺にも言えるわ。キャラ濃すぎ。鎌倉攻防戦の対象になるのか。10歳でというのがすごいのよね。怪しい人から逃げろ。綺麗な作画だと美形なのに。作画すげえし面白いな。霊感詐欺って鎌倉にもあったんですね、棒読み。霊感詐欺て。2年後未来を変える、ねえ。鎌倉、ただ穏やかに生きていければいい奴は全員死ぬ場所なんだよな。死に物狂いで生き抜く奴だけが生き残れるとは言っていない。時行、ドッジボール無敵やん。猫っぽい動きと思ったら猫目にも。あった。え？何あの首。首が落ちましたが。今生首が。行くぞー。おー。高氏、動くか。ギャー。誰かがサイコロステーキにされた。俺らの知ってる鎌倉だ。謀反来まし。謀反じゃあ反乱だ。名声じゃなくて勝ち馬に乗っただけや。風向き変わったわね。本編が始まった。鎌倉室町はこうであられませんと。この後足利が天下握るんだよね。史実ネタバレ。清子。前半で出てたキャラが。テロップし。始まった。一気に血生臭い展開へ。面白い系かと思って見始めたら超絶グロいんだけど。急にグロいの来るやん。いい感じにグロくてたまらん。足利が覚醒しておる。高氏やべえやつだった。残落非道、これぞ天下人の条件か。ラスボスが序盤からラスボス。書き文字が昔の歴史アニメみたいだな。このギャグとシリアスの急速的な寒暖差よ。清子の死がちょっとしか出てないとはいえ結構きついな。これが皆さんご存知の鎌倉殿の13人の後の世界です。A パートで出たやつ、大体死んだ。結構血が飛び交うアニメなんだな。グロいけど実際はもっと悲惨だったんだよな。やばいシーンを癒してくれる結束バンドの CM。1333、一味散々、北条滅亡。CM 中に滅亡したな、鎌倉幕府。もう幕府が滅亡しちゃった。いやーもう乱世。お前がやったんかってなるよなこれだと。この登場の仕方どう見ても敵だろ。こうなる未来が見えていた、準備もしていた、とおっしゃるか。マッチポンプだったら怖いな。はっきりしろよ。聞こえないってば。占い師というよりペテン師。うわ、平和な日常が一瞬で火の海に。いい国作ろうの鎌倉幕府が。民がいい迷惑なんだよなもう。パルクールではしゃいでて町の人の温かい生活も書いた後にこの役立つ虐殺描写はえっぐい。何年か前に鎌倉幕府作ったドラマ見たけど、今回は幕府滅びるのか。時行様と高氏との楽しいおもひで。知らなかったのか高氏からは逃げられない。高氏からは逃げられませんぞー、の意味が。怖い。うさんくささよ。怪しすぎるんだよ、お前は。詐欺師の笑い。身内かばわない。身内だからこそマジレスするのよ。娘からもインチキ呼ばわりされる父で草。たった24日で幕府滅亡させる高氏やべえな。生首団子あったぞ。そんな串団子みたいに。生首で団子3兄弟やってる武士やばすぎでしょ。首の串刺し怖い。これが噂の崖ドン。容赦ねえなよりしげ様よ。着地。三角飛びで勢い殺した。生存能力高いなこれ。こいつ本当に最低だな。獅子が子供を崖に突き落とすってレベルじゃねえぞ。動きが的確すぎてすごい。逃げ上手がここで生かされるのか。逃げるんだー、時行様ー。作画が追いつかない。時行の身体能力高すぎ。ほんと回避力はカンストしてるんだな。すごい。死んだらどうする？でも若君あまり焦ってないのよね。めちゃくちゃかっこいい。そこまで戻ったの？うせやろ？逃げ上手とは避け上手でもあるのね。エッチだ。おっふ、ショタ。やだかわいい。色気やババ。英雄にも種類があってだね。あからめ顔、壁ですな。壁を刺すな。当たらない、だと。当たらなくて草。これも親が避けてるだろ。弓の飴を堂々と歩く神の領域。とにかく生きる時行き、残党ラスボス感ある。未来の仲間たち。未来で出会う仲間たちだ。始まりですぞー。よりしげスマイルが決まりすぎている。天下をかけた鬼ごっこというわけか。この子、史実でも納得の主人公なんだよな。後で北条時行の史実調べるか。縦作がすごかったな。やべえ、見入ってた。しかし絵柄がぐるんぐるん変わるな。死体が謎に 3D。亡国の子を救う動機とは。この人は何が目的なんだろう。お兄ちゃんも死んだの？そういや兄さんは撃たれたのか。責任取ってよね。私を生帰宅させた責任、取ってもらうんだから。よりしげ好き。若君とよりしげのラブラブストーリー？違います。待って、面白すぎる。英雄譚の始まり、のような。北条時行が逃げ上手隠れ上手なの、史実通りだからすごい。これは歴史得意になっちゃうわ。ついに南北朝アニメ始まった。やばい一瞬だった終わるの早すぎんだろ。逃げわかめちゃくちゃ良かった見るべき。よりしげ、こんなにエッチだったっけ、中村雄一マジック？よりしげを中村さんにさせるの大正解すぎるなぁ、かっこええぞ。中村雄一さん、なんでこうもうさんくさいのにかっこいいキャラ演じるのうまいのよ。これ真田広之主演の太平記見たくなるぞ。作者誰だっけって思ってたけどあのうさんくさい顔ですぐ思い出した。松井先生ってギャグセンス高いしキャラ造形緻密だしヒューマンドラマかける、でかい次元のやべえやつかけるからすごいよな。ED も貸してロップあるのね。なんじゃこのエンディング。どういう ED なんだこれ。本編との温度差で風邪ひく。どれだけポップな ED なんだ。巫女じゃないもう一人の袴の女の子もクワイイ。諏訪殿、パーティ内で唯一の大人なんだな。クソ面白そうだぞてか絵が綺麗すぎる。色鮮やかでめちゃくちゃ最高すぎる。死んだらどうするのシーンめちゃくちゃ楽しみにしてたからめっちゃ工作画で大満足。面白そうだと思いながら原作読んだことなかったけど面白いなこれ。引き込まれる1話だったいい1話だった。優しいおじさん意味深。来週のサブ隊でもう爆笑。面白かった。色彩綺麗でめっちゃ動きまくって盾もかっこいいし期待しかねえ。あと中村雄一が楽しそうで何よりです。若君色っぽすぎない？私ショタ好きじゃなかったのに。主人公可愛すぎて変な扉開きそうになった。1クール終わった時にこの扉は、ちょっと主人公エッチすぎんだろ。おい止めろよ、なんでそんなメスか押すんだよ。変な気持ちになるだろうが。今回はここまでです。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。